スマイルフォージャパンチャリティーフェスティバル2014年3月9日仙台サンプラザホールにて、会場が12時、開演が12時30分、終わりが終了が17時30分予定です。宮城県内外から集まった歌やダンスの団体が日頃の成果を発表する場となります。今年で2回目となるんですが、今年は気仙沼の方々や石巻の方々、あと渡りの方々、割と被災地からの出演が多く見られます。観客席が2000人入りますので、2000人埋め尽くせばと思います。当日券は1000円になります。その一部が被災された方々に現金として届けられます。東日本大震災を語り継ぐことをコンセプトして、いろんな団体を集めて普段日頃の練習の成果を発揮できる場を提供しようと思って、このフェスティバルを立ち上げました。たくさんの方々に見に来ていただきたいです。でその被災された方々が頑張っている姿をぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。私たちは3年前東日本大震災に遭いました。メンバーの中には沿岸部に住んでいて被災した仲間もいます。連絡も取れない中、ダンスの先生が会う機会を設けていただき、その際このマークを作ることになりました。私たちは震災でライフラインを失い、水や電気のありがたさを改めて知りました。だからこの黄色は光やエネルギーを、水色は水を表しています。そして緑は自然を、ピンクは温かい心を表しています。この4つは震災でとても大切だと思ったので、これからも忘れないようにしていきたいです。皆さんぜひ3月9日に仙台サンプラザホールにて行われるスマイルフォージャパンフェスティバルにお越しください。お待ちしてます。